こんにちは、ももです。イエーイ。今日の企画はヤバかった元カレベスト3を紹介していきたいと思う。紹介ってやばくない元カレ。イエーイ。たくさんいる感じですか？いや、そんないない。なんか別に、なんか東京来てから全然付き合ってないの私。結構昔になっちゃうんですけど、なんか面白かった話になる。3位はまだちょっと軽い話なんですけど、遊びしてた時とか、はいはい、中学とかの時みんなでなんか溜まってたりするんじゃん、はいはい、なんかあの時に遊んでた子の一人と付き合ってたんですよ。なるほど。で、まあ、それも別に1週間ちょいとかなんですけど、なんか友達もそのグループの中学のグループの子と付き合ってて、はいはい、その私とその友達とその一つの中学のグループみたいなのがあるんだけど、ヤンキーグループみたいな。そこと仲良くしたんですよ。その友達と他の中学の子たちと遊んでたの。なるほど。付き合ってるけど、はいはい、で遊んじゃダメとかなかったから、はいはい、別に友達として遊んでたの。うちらの彼氏たちがその他の中学の男の子たち怒ったの、はい、なんか知らないけどちょっと忘れたんだけど、それはあるあるじゃん。ある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 。で怒って喧嘩しますみたいになったの。何、東京アンジリベンジャーズのが戦争みたいな感じ。もうなんかみんなに潰すぞって。そう、ひょってやついるよみたいな感じのなんか感じだったの。その彼氏たち以外にもさ、いろいろいるわけじゃん、うん、でその誰とも付き合ってない友達がいるんだけど、今でも仲いい、うん、その子とかはもう結構やるぞみたいな感じだったのね。やんちゃ系だ。やんちゃ系だったんだけど、うちの彼氏がその時何したと思いますか？まさかひよってた。ひよってたんですよ。かなりひよってて、みんな行くぞみたいな時に、あ、俺見張りやるわって。見張り。あ、その時にちょっと行ってほしかったと、彼女としては。そう、僕はしてほしかったとかじゃないけど、なんか友達の彼氏とかも、なんか行くぞみたいな感じだったのに、うちの彼氏ビビっとるやんって。いや、見張り。を結構、あ、見張りやるわみたいな、結構しれっと言ってたから。見張りもよくわかんないけど。え、そう。うちちょっと不機嫌になっちゃったの。なるほど。え、みたいな。なんか友達の彼氏言ってんのになんか恥ずかしいみたいな思って、え、みたいななってたら、バックハグしてきたの、いきなり。ごめん、え、やめてみたいになって別れた。男気のなさに。そう、ひよってましたね。かわいいよ。かわいい感じだよね。続いて第2位。第2位はこれは普通に傷ついた話なんですけど、でもあるあるなんですよ。めっちゃ年下の子と付き合ったことがあって。それいつ頃の時ですか？だいぶ昔。え、マジ中3とか。聞いた。チェリーボーイだったんですよ。なるほどなるほど。チェリーくんで、そのいい感じの付き合い方してた。なんか結構理想的だったんです、その時。なるほどなるほど。なんか週に1回会ってたんだけど、週1家、その次は外、イエスと。ピュア、チェリーくんだからピュアだもんね。え、そう、ピュアな綺麗な恋愛みたいなのしてたのね。私と2ヶ月ぐらい付き合った後に、だんだん態度が冷たくなってきて、あ、これ振られるなみたいなのがあって、中3で2ヶ月はまあまあいい方だ。え、まあまあいい方じゃないですか。そう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 。で、あ、もうこれ冷められてるなみたいなの感じ始めた時に、なんかちゃっかり私のツイッターの裏アカを乗っ取ってて、ちゃっかり。一番最悪なパターン。乗っ取ってよくするじゃん、彼女の彼氏で。で、別にしてなかったのに、なぜか本アカをなんかログインされてて、なんか通知とか DM とかなんか勝手に開かれてると思ったら、で、なんか一回、その、相手が寝てる時に、彼氏が、寝てる時に友達に、なんか5個ぐらいなんか DM 送ってみたいな。そしたら通知来るじゃん。うん、そしたら一気に5回来たから、両方に。あ、これ乗っ取ってるわと思って、聞いたら、逆切れされて。携帯見る系は絶対いいことないからね。え、いないじゃん。別にうちやましいことしてなかったけど、うん、ちょっとイケメンな年下の子がいたのね、また、うん、その子が結構連絡してきてて、 DM 来てたの、うん、でも何もしてなかったの、うちは。なんか思わせぶりみたいなしてなかったし、うん、冷たくしてたのね。そしたらなんか乗っ取ってたからさ、うん、全部見られてると。そう、見られてたプラス振られた原因が、まあなんか飽きたのも多分あると思うんだけど、学校行ってたの、うん、で学校終わって先に俺の LINE を返さずにそいつに DM を返したみたいな。それで振られた。かなりじゃあ年下キラーな時期があったってこと？え、年下キラー。え、その人一回だけマジで。え、その時でも年下時期だった。年下が、まあ、あるよね、かなりそういう、うん、続いて第1位です。ついに本当にヤバかったことがあったの。本当にヤバかったことがあったんですよ。ももさんのヤバいは本当にヤバいからね。ガチでヤバい。第3、第2と暗いもん何ないぐらいヤバいんですけど。いや、ダントツ1位ってことね。ダントツ。ちょっとエッチな話になっちゃうんで、ちょっと本当に苦手な方はもうここで動画終わって。そんなに
あの本当に準備必要。私のこと嫌いになりそうな人はあのちょっと止めてほしいんですけど、まあ、なんか私のお家に遊びに来たんです。で、まあ、私は普通にご飯とか作って、一緒に食べれて素敵なカップル生活。いい当時あの料理あんま分かんなかったんで、うん、もう本当2時間ぐらいかけて作ったんですけど、でもしれっと、うん、あなんかいつも作ってるからみたいな感じで出したってわけなんですけど、ドヤ、ね、みたいな。人に作っちゃったから美味しいか分かんないみたいな。5分10分ぐらい作ったかもみたいな感じで出したんですけど、でも夜一緒に寝ますみたいな、うん、なったんですよ。それ初めての付き合ってから。あ、そう、付き合って初めてのちょめちょめみたいな。ドキドキってことだね。ドキドキみたいな。っていう時に、舐めるよみたいな。舐めるよってなんかあれだけど、そういう舐める系の雰囲気になったんです。雰囲気っていうか、まあ、流れはそうかなって私は普通思って、で、なんかやろうとしたら、やめてみたいな。え、ガチトーンで、え、やめてみたいな。ありがとうじゃないのみたいな。まあ、確かに。ぜひよろしくお願いします。じゃん。そうなると思ったら、やめてみたいな言われて、で、え、みたいな。で、もうフリーズしちゃってマジで。確かに確かに。で、なんか恥ずかしいのかなみたいな。あ、確かに。や、普通なんかやってほしいけど恥ずかしくって言ってんのかなと思って、初めてだしね。そう、いやいやいやみたいな感じで、こう一回ルックしたら、あの本当にちっちゃくなっててしょぼーんってなって、しょぼーんってなって結構なんか当たってる感触的にはギャンギャンだったけど、しょぼーんってなってたから、え、これガチじゃんってなって、え、なんかしたみたいな。え、当時もね結構分かんなかったから、ただまあ無理やりやろうとしたの。あ、これだ、 やばい雰囲気と思って、空気悪すぎてこれ無理やりやるしかないみたいな感じになって、いやーみたいな、やらせてよみたいな。え、うち別に舐めたいわけじゃなかったの。なんか空気が悪すぎて、これなんかスルーしてたらそのまま寝るみたいになって、空気が悪すぎて寝れないから、どうしようどうしようってなって、とっさに舐めようとしたの多分。そしたらなんかキレられて、一口切れってこと？え、で、そう、別れる原因がそれ。え、それ、そう、原因がほぼそれ。なんかそれで、なんかめっちゃ怒って、そのベッドの部屋出てたの。うん、そんなに怒る？え、そんな怒る？え、みたいな。なって、嘘でしょってなって、結局なんか1時間ぐらいさ、なんか他の部屋にいてさ、うちお互い。うん、で、なんかめっちゃ気まずいし、もううちだんだんイライラしてきて、うん、うち悪くないしと思ってイライラしちゃって、え、てかさ、帰ってくんないみたいな。切れてみた。そしたら本当に帰ったの。帰んなよみたいな。帰ってほしくないけど、え、もう帰ってくんないみたいな。帰ってほしくない風の言い方したの。確かに。え、もう別にさみたいな。女の子は得意なやつね。そう。そしたら本当に帰りやがったの。そこで帰るはもう終わりだもんね、だって。じゃあそこから音信不通っていうか、なんかもうお互い連絡取んなくなって、うちもなんかフォローとかいろいろ全部外して、っていうのが第1位でした。やばくない？やばい。え、でも多分なんか相手にも思うことはあったなと。本当に恥ずかしくてやめてほしかった人かもしれないけど、まあ、タイミングだよね。うちもなんか空気悪すぎて焦っちゃって結構冷静にいられなかったから、結構何していいか分かんなかったから嫌だったのかもしれない。そこまで打ち入れることないけどね、って感じのやばかった話かな。まあまあやばいね。じゃあやばくない？あとまああとは別に普通の恋愛だったかな。めっちゃなんか何十人もつけてたわけではないんですけど、結構なんか癖ありが多かった、みんな。ああ、なんかそのエピソードがめっちゃある。会うたびに癖ありのエピソードができるんで、またたまったら YouTube でお話したいと思います。ね、試してみてください。はい、1位更新できるようにネタ作っときますはい、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。